心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は十代ではどんな時に診療内科精神科を受診しますかになります。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は十代ではどんな時に診療内科精神科を受診しますかというご質問になります。お答えとしては様々にありますけれども不登校の相談が多いというふうにお答えします。 この10代の方のメンタルなんですけれども変化としてはまず学校での人間関係それらのストレスが増えてくるというところがありますそして家での人間関係いわゆる反抗期の時期という話もありますそして子どもから大人へ変化がありましてその中で今後どうするかの葛藤というところが生じてきますここを踏まえての10代のメンタル不調を見ていきますとまずは社会人の方の会社に相当するような学校に関する 悩みなどが多いというところがありますその上で発達障害ある方の二次障害にも注意が必要な時期になりますもう一つあるのがまあ僧侶性障害、僧鬱病などいわゆる精神疾患の発症年齢10代が多いですのでここにも注意は必要になってきますでは具体的にどんなご相談がありますかということを見ていきますと主に扱う疾患見ていきますとまずはやっぱり不登校の問題が多いです次には不登校以外での適応障害の話三つ目としてが 発達障障害害び二次障害の話4つ目としてあるのがいわゆる精神疾患の話になりますまずは不登校を見ていきますけれどもこれは学校に行かないもしくは行けないという状態が続くことになりますここのの大半は学校に対しての適応障害とといいうところが多いですでは何に適応障害になるかというとまずは生徒間での人間関係の話2つ目としては学校組織との関係性の話3つ目としては 勉強や成績とというところの話4つ目としてあるのが勉強と運動の両立などが出てきますいわゆる過労状態オーバーワークの状態態オーーーバワクのとというところがありますこの中で中学での不登校の問題としてあるのがまずは生活や経験とというところの問題です中学だと義務教育で卒業はできるんですけれども一方でその学校以外での受け皿というのは非常に少ない現状がありますのでそこの生活や経験をどう,うカバーしていくかが問題になります。 続いてが、卒業後の進路です。義務教育で卒業はできるんですけれども、高校などをどうするかというところは一つ課題になってきます。一方、高校での不登校の問題を見ていきますと、まずは出席日数と進級の問題です。義務教育でない分、例えば電日制であれば出席日数が足りなかったりすると進級ができないという問題が生じてきます。 この受け皿として通信制高校というのがあるんですけれどもまあここをどう考えるかというのは保護者の方などでも意見が分かれるところになってきます続いては不登校以外での適応障害になります実際不登校以外でも適応障害は起こり得ますでは何に適応障害になるかというところを見ていきますとまずは人間関係学校以外でも人間関係はいろいろあります続いてが家での関係ご両親との関係などいわゆる反抗期の時期でもあります 3つ目としてが、今後への葛藤というところ。ま子どもから大人へ変わるにあたって、これからをどうするかというところになります。これ10代での,この適応障害の注意点としては、まずは環境をなかなか選びにくいというところがあります。学校を変えるとか、なかなかすぐに難しいところもあったりするわけです。2つ目としては、ストレスの対処法がまだ未熟であるというところ。これはもう経験というところの問題が大きいです。一方で解決の糸口としてあるのが、まずは、 自分に合う対処法を探して見つけていくというところこれは経験不足がストレス対象の弱点の背景にありますので裏を返せば経験をたくさん積んでいくことによって改善の余地が見込めるというところになります二つ目が動機づけと熱量というところになります環境は確かに変えづらいんですけれども熱量を持って動機づけを持って取り組んでいくことによって自分自身の変化を 模索していくことはできるんじゃないかというところがあります3つ目としては発達障害の問題になります特にこ10代では発達障害の二次障害が出やすいというところがポイントですこの出やすい背景としてはまずは人間関係のストレスが増えてくるというところ特に発達障害の方だと人間関係苦手な方が多いのでストレスが強くなりやすいというところがあります2つ目としては自分ですることが増えてくるというところがあります では a t h の方で計画的に何かやるのは苦手だという方などだと負担が大きくなるということが想定されます3つ目としてがある種型にはまることへの葛藤というところがありますまあ、中学などだとある種も均一な集団で均一なことをやっていくということはどうしても求められるところが多くありますそこへの葛藤だったり適応しづらさというところが出てくることがありますここで2つあの 扱う種類がありましてまずはすでに診断を受けているときどうかというところもう一つがこういった中重大でそういう傾向が発覚して診断を受けるときというところがありますまずはすでに診断を受けているときというところですけれどもではなぜこういう不適応になっているのかまず背景を見ていくというところが一つ目大事になってきますその上でもしお薬使っている方であれば、まあ、お薬の調整を検討するというところになります あとととはまあ環境の調整を検討するというところ、どうしても発達障害がある場合はご自身の取り組みすぐには難しいこともあるので環境の調整とととといいうこころを積極的に検討すす。るるはあか思ま次で10代で診断を受けるという場合発覚してる場合ですけれどもこれに関してはもう以前の状況と今の状況どういう特性があったかをご自身なり振り返りながら受診をするというところがあります。 その上で問診を経てから心理検査も行っていって両面から見て正式に診断を受けるというところその上で診断を受けることよりメリットもいろいろあるんですけれどもまあ、診断後の葛藤というところもありますのでそういったところの気持ちの整理、心理的な整理をしていくということになります4つ目にあるのがいわゆる精神疾患になります10代はいわゆる精神疾患が発症しやすい年代という部分もあります発症しやすい疾患の例を見ていきますと まずは不安障害圏では社会不安障害、対人不安と強迫性障害この2つは重大で発症しやすいとよく言われますその他で見ていくといわゆる相鬱病、双極性障害も重大で発覚しやすいとあとは統合失調症、幻聴などが聞こえる病気に関しても重大での発症は少なくないということがありますこれらに関してはあの治療が大事なので進行する前に兆候があったら早めに相談することは大事ですその中で除外が必要なのは体の原因です こういった鬱だったり、体重不安などの不調の原因として、実は体の原因、甲状腺のホルモンの不調だったり、貧血などが絡んでいる場合があります。なのでもし受診をされる場合は、受診の際に採血などを行ったりして、確実にそういう体の原因がないかを除外するということをお勧めいたします。今回ご質問、10代ではどんな時に診療内科精神科を受診しますかということについて見てきました。 10代では人間関係などストレスが増えるというところがありまして、メンタル不調が出やすいというリスクがあることがあります。不登校など、学校での悩みが多いんですけれども、他の部分でも適応障害の悩みというのも多くあります。あとは発達障害での二次障害であったり、他の精神疾患のリスクというところにも注意が必要です。その際、体の原因が隠れていることありますので、しっかり除外をすることが大事になってきます。 ごご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。